めっちゃわかりやすいですね、今のパラグアイのやつとか、もう右サイドが開きすぎてたから低い位置から、もうあそこしかパス出せなくて潰されるっていう。で、日本代表と違って内側から走ってる選手もいないから、それがおとりにならない。さっきはパラグアイは、もうボランチとセンターバック四角形でビルドアップしちゃって、幅取れないとか、幅取ろうとしたら幅今度取りすぎて選択肢なくなるっていう。監督が攻撃考えてないチームの典型のことやってくれてますよ。だから日本の方も結構そういう時あるから、日本の方が技術で剥がせてるから、まあ言えないというか、まあそんな感じの両者の対決って感じですね。で昔だったらこういうチームにも苦戦してますからね、昔っていうのはその時代的に違う時代ね。普通に南米の個人技の高さとか、した高さとか強さに負けてましたから、今はもうそこ同じところか凌駕するレベルになっててっていう。組織力も、まあ日本の方がね、パラグアイよりちゃんと守備の時のね、フリーの選手作らないところとかできてますからね。君の